ゴルフ業界を盛り上げようということで始まりましたチェケラーゴルフ。今回は広尾駅の近くにある広尾ゴルフインパクトさんに来てます。じゃあ、はい、最近、うん、プロがやってるアプローチ練習法を教えてくださるということで、君のためなら何でも知るよ俺は。ね、それ知りたいんですけど。知りたいでしょ、うん、ついこの間さ、青木翔くん、ね、青木翔ちゃんとちょっとお話ししてて、まあ、僕今さ、ジュニアの連載やってるじゃん、はい、あれね、300人を超えたの。すごい。300人だよ。やっぱそう、もう9年ぐらいやってるんだけど。確かにずっとやってますもんね。そう、畑岡奈紗からね、今やったら金谷君とか蝉川大河とかさ、そうか、ね、まあ、蝉川大河君とかもあれじゃん、青木翔ちゃんがね、うん、教えてたから、はい、まあ、今のジュニアはどうだって話をしに行ったついでに、うん、プロってさ、今どういう練習してんのとか気になるじゃん。で、まあ、今渋野ね、ちゃんがね、まあ、復活しようとしてるじゃん。まあまあいい感じになってきたし、うん、で、まあ、本当にどういう練習してんのって聞いたら、やっぱりツアーのグリーンっていうのは硬い、うん、で速いで、ピンを振ってくるから、アプローチの時にもうとにかくスピンを入れることができないやつは無理だと。だからスピンを本当にかけるっていうのをすっごい練習してたの。もう、ね、あ、どうやったのかなと思って、うん、で、まあ、理論的にはさ、スピンをかけたかったらインパクトでボールが潰れるっていうのは条件だよね、うん、で、潰すじゃなくて潰れるんだよね。だから加速が必要ってこと、ヘッドの、うん、だから誰がどれだけスピンをたくさん入れられるでしょうっていう遊び方をやっていれば上手くなるってことなんだね。でもどうやってスピン入れるの、うん、でしょう。まずフェースに乗せないといけないじゃん、はい、ね、でフェースに乗せるっていうのはどういうことかって言ったら、こういうことだよね、うん、今フェースに乗っかったら上に来たわけでしょ、うん、今の動きを走らせながらやるっていうのが一番大事だ。こうか。そう、こうやって使うの、こうやって。でも上に行っちゃいそう。上に行っちゃうでしょ。それはインパクトの時にしっかりこれが元の位置に戻らないからだよ。あ、こうただ作ってるだけ。そう、こう、まあ、感覚的にはこうなんだけど、本当に作っちゃったらボール飛んでいかないから、うん、ちゃんと押し込むときは押し込むんだけど、この伴奏を上手に使ってこうやって使うと。で、シミュレーションだからさ、バックスピンが出るじゃん、はい、あのバックスピンの数を増やすっていうことだけを遊びでやってればいいってこと。え、はい、でしょ。で、多分ユッキー最初6000ぐらいしか、まあ、6000も出る。ちょっとやってみるか。さっきのあの、これでこれ引いて、まあ、あ、じゃあ普通に打ってみよう。うん、50ヤード以下のアプローチだよ。これノーマルの、うん、めちゃくちゃうまいな。結構出てる。6900、やっぱその6000台でしょ、うん、これが、どこまで伸ばせれるかってことでしょ、うん、おう、今の使い方うまいじゃん。少なくなっちゃいました。まだだからフェースに乗っかってるってこと。乗っかってない、うん、おう、ちょっと増えたね。7000いくかな、うん、そう、7000今日目指そう。で、昔やったじゃん、フェースリンがさ、こう、あ、チューするやつ、チューするやつ、あのイメージ。そうそのイメージで、あ、ほら、今入ってちゃう。あ、増えてきた。うん、いいね。結構早く上向けですか。早く向けないといけないし、ここのに加速がいるってことね。加速か、うん、あー、うん、ちょっと、あ、お、引くもんだね。まあ、こうやって乗っかったってことね。今のでいいの。上手じゃん。今のでいいんだ。今のが止まるってことね。あ、だから、まあ、自分で私こうやってやったかもわかんないけど、ちゃんと前には飛んでるよね。やりました、ね、うん、やったんだけど、ああいう感覚か。あ、ユキうまいね。あ、もう全然7000、全然余裕じゃん。本当だ。これをずっとやってたよ。へー。で、これさえできれば、後のクラブも全部一緒だって言ってた。なるほどと思ったんだけど。全部一緒だってどういうこと。アイアン感じも一緒、うん、あ、うん、あ、そうなんですか、うん、私の感覚で言うと、こう上げて、本当打ってから、うん、合ってます、うん、合ってるよ。そう
前に本当竹内さんが教えてくれたのがロブショットみたいな感じに、うん、ラブショットね。あ、ラブショットだ、うん、おーいいね。あ、減っちゃった減っちゃった。で、まあそれを簡単にするのもやっぱこいつなんだよね。え、そうなの。それは加速するわけだからさ、これをここにつけて、でつければ加速するんだから、今のままで行きちょっとだけフェースを開いて、ちょっと開いて、おお、そう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 、走らせやすくない、そっちの方が。ほらもう7400になったじゃん、さっきよりさ、うん、あれが300増えたっていうことは、それを外して同じことができればいいんだよな。あ、そう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 、そっちの方がそれはやりやすいんだけど、7600、君なにツアーに行く気か。でも本当にこれつけないでやってた時と急につけると全然感覚が。そりゃそうだよ、走るんだもん。ただその感覚をちゃんと覚えて外した時にできるようにするんだよ、うん、うまいね。8000かー。え、待って待って、本当にだとしたらこの効果すごいすぎるんだけど、これつけただけで2000増えたって、なんかちょっとでしょ、ちょっとあれじゃない、なんか嘘くさく。それは俺が作ったからだよこれ外して、うん、さっきの感覚で、うん、そう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 、これがプロのアプローチか。あ、うまっ。おお、うん、8000近くなってきたじゃん。で、何が起きたかって言ったら、手元の動きがちっちゃくなったんだよな、うん、うん、うまっ。え、でもやっぱりあれつけてた時8000いったね。まあそりゃそうですか。うまいね。今のは8300で、まあ、僕らはこれをここで9000超えるまで遊びで走らせていくの、どんどん。これ止まるんですか、本当に。コースで、コースで止まるってこと。それ回ってる以上は絶対止まるよね。そうですよね、回らないと止まらないし。そうそうそう、この練習をすごい女子みんなこうやってやってたよ、こうやって。あ、やっぱグリーン早いし、そう、止められないと、うん、できない。でも思ったより簡単だったかも。それはこいつが多分体に覚え込ませてくれたんだよ、多分。いや、こいつなかなかだよ、本当に、うん、もうパターが苦手な人でもいいしね。安心感あるかもね、うん、パターにもつけたり。あ、ヘッド走るから、もう何でもつけちゃう、何でもつけちゃう、うん、そうそうそう、うまいね、めっちゃうまいじゃん、ユッキー。ありがとうございます。で、もう走らせ方が分かって、だんだん仕上がってきたら、ゴルフの一番の敵は手元がこうやって浮くっていうことでしょ、うん、浮かさないための練習はクロスハンドだよね、うん、クロスハンドのショットって。で、もう難しくいいでしょ、うん、でこれつけると簡単にできるの、クロスハンド打ってみる。そんなうまい話あるわけだよね。やってだってこれつけただけだよ。まあ、私は信じないよ。普通にクロスハンドで打とうよ、まず。外して。いいよ。うん。クロスハンドで打てる？クロスハンド？そうそうそう。フルスイングだよ。フルスイング？うん。あ、そうだよ。思いっきり振った今、うん、思いっきりって結構で、トップとシャンクでしょ、うん、ってことは当たった時に手元がまだこうやって浮こうとしてるってことでしょ、うん、で、手元が低いところを、降りてこないといけないっていうのもみんな分かってることじゃん。だって申し訳ないけど、私マジでこれできる気しない。これつけただけで変わると思えないもん。なんでこれクロスハンドにしちゃってさ、こうだろ。で、ここが今重たいわけだから、ここでシューッと下に降りてくるから、絶対に。そしたらもう絶対届くよね、こうやって。スーッと落ちてくるか分かんないじゃんね、これつけただけ。つければ分かるんだ、これは、うん、え、普通に何も変えないよ、ね、いいよ、いいよ、普通に打ったらいい、うん、もうちょっと手の力抜いても大丈夫よ、ね、降りてくるから。確かになんか違うな、違うは違うな、うん、あ、でもやっぱトップする。まあ振ってるうちに絶対わかるよ、それ。でもね、これやった人にしかわからないから、もう何言ってもしょうがない。説明のしようがね。振りやすいは振りやすいね。
だからちょっと手をこうやってなんつうかな、飛球線方向に引くスイングになってるな、まだ。でもヘッドが本当に走る。そう、もっと走らせないと。手元をこう浮かしたくないんだからさ。でもね、走る感覚はありますよ、うん、やっぱり最速出し出してヘッドを、うん、まあ、いつもそのグリップエンダージャンボが自分の体の方を向いているようなイメージで、あ、これがね、そう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 、あ、今の感じ、うん、今の感じがいい、うん、あ、でも全然つけてた方が打ちやすい、うん、お、そう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 、そういうことやね。今手元が低いところに降りてきたよね。そう、今ぐらい手元は低いところに降りてこないと、もう手を返すとは返さないかどうでもいいけど、うん、低い位置に来ない限り当たんないよな。最近まあみんなさ、早くこう腰を切って手をこう前に持ってくるとか多いじゃん。そうすると打てないよね。どんどん浮いていっちゃうからさ、それをまあ直したいっていうのもあって作ったの。常に手元がこう低い位置、低い位置、こうやって低い位置に来ればいいんでしょ、こうやって。低い位置に来るんですか。だって重いもん。あ、そっか。単純な話なんだよ。そう、こう列に普通にトップがこうやってあったらさ、何にも力なかったら低い位置にこうやって降りてくるわけでしょ。脱力で真ん上からこうやってこう、あ、ちょっと脱力してやってみる。あれ、さっきしてなかったの脱力、うん、全然してなかった。さすがです。え、でもしてなくても走ってはいたけどね。いや、走りが足りないからトップするんだろ。そう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 。あ、なるほど。十分今のが脱力、遠くへ来たの、遠くへ低い位置に来たってこと。それを覚えるためにも僕はいいと思いますけどね。どうすか、パイセン。グリップエンダージャンボ買ってみて。8000いったのにビビったわ。え、でも伝わらないかもしれないけど、つけた方が全然走る。本当に初心者の女の子を連れてきて打ったらすっごい当たるよ。へ、うん、ラウンド中でもそれ通ったら当たらなくなっちゃうんだけど、これつけていれば絶対に当たる。で、調子が悪くなったら、足場の悪いとこあるじゃん、うん、ああいう、なんていうかな、柔らかいバランスボールみたいな、うん、に足乗せて、それつけて、こうやって30回ぐらい素振りして、ボール打つと、急に調子良くなる。俺はね、まあ、だから体の幅から手が出ていかなくなるんだろうな、俺の場合はね。いいですね。とでもいいと私思いますよ。はい、あ、やり方書いてあるやん。知らんかった、俺。あ、やり方書いてある書いてある。知らなんだ。え、これ誰？僕。どういうこと？いや、長ズボンだからなんかちょっと雰囲気違いますね、やっぱりね。作戦の時に買ったんだよ、長ズボン。片手打ち、右手打ち。でもこれももちろんそうだけど、この向きもすごいいいなって思いましたね。いいんだ。うん。あんま向き使って。なんか当たり前だけどね。うん。これ多分分かりやすい。そうで、これさ、このフェイス表と裏と色が変えてあるバージョンもあってさ、うーん、それは鏡に映すとさ、色が変わって見えるから、鏡見ながらこうやって振るだけで見やすいよね。あー、へえ、そういう使い方もあるし、もう便利だよね、こんなちっちゃくてさ、カチャッとはめるだけだもん。いやね、どうしてもフェイス面ってここのスコアラインだよって言われても、なんかこの面に意識とらわれちゃうから分かりにくいな。うん、いいと思いました。グリップエンダージャンボ、皆さんよろしくお願いします。お願いします。概要欄からぜひ見てみてください。よいしょ。はい、ありがとうございました。よいしょ。熱血飛ばし塾でも私出演させてもらって、続きを配信しているので、お願いします。ぜひその竹内悦弘の熱血飛ばし塾ですもチェックしてみてください。概要欄から飛んでみてください。よろしくお願いします。それではチェックだ。何のリバー分かった？心に刺さら Thank you。グッドボタンプッシュ and check it out。